みなさん、こんにちは。オノデラライフサポートのファンです。ベトナムから来ました。オノデラライフサポートのスイティです。ミャンマーから来ました。本日は日本の住所がわからなかったこと、母国とは違うところをお話ししたいと思います。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。スイティさん、日本に来てどのぐらいですか？4年目になりましたよ。そうですか。日本に来た時は分からなかったことがありますか？はい、ありますよ。日本の住所の表示が難しかったです。ですよね。自分の母国では〇〇ストリート、〇〇番といった道路名と建物番号が一般的だよね。だけど、日本の住所は違うシステムを使ってますね。そうですね。その中でも最も理解できないのは番地です。私たちの母国では番地は具体的な場所ではなく、建物のある曖昧な地域を示している感じがしますよね。そうですね。外国人の私たちはすごく混乱しますね。他にも漢字の読み方もすごい難しいですね。他にもファンさんは何か混乱したことはありませんか？はい、日本に来て最初に気づいたことは、日本の地域に郵便番号がついてあることです。日本の郵便番号を見て、え、その数字は何？電話番号なの？と思いましたよ。そうそう、私の国にも郵便番号みたいなものはありますが、日本と違い、郵便番号は学校や病院などの大きい施設にしかついていないので、そこが私の国と違いますよね。そうですね。私の国だと郵便番号があるのですが、全然使われていないですね。なので郵便番号は何のためにあるのか初めて見た時は全くわからなかったですよ。やはり日本は私たちの国といろいろ違いますね。郵便番号があることで、さまざまな場面ですぐに住所がわかるので、とても助かるいいシステムだよね。そうですね。今日は日本の住所についてお話しました。皆さん、また次の動画を